チームが崩壊してよかったら私やられに行ったけどね、あの場ね。私がやられないことこそが、まあ、チームが勝利に近づいたっていう。やばい。二人のここに手図してなんかエイダが差し示してんだな。ということは聞く。大切なのは、デッドバイスーパーエースヒロちゃんがいい位置にいるかってことだからぜ。背番号10番が機能しない試合になると意味がない。一番頼りになるヒロちゃんが、ここじゃないとこ回した。他が2つあるんだ、このステージ。最低プレイヤー救わない。あ、てか、あ、しま、違うわ。レオンじゃねえんだ。エイダじゃねえかよ。レオンかと思ったわ。エイダは別に救うよ。エイダは別に、レオンはもう何してるかわかんないもん、こいつ。マジで。エイダだったら俺は救う。これレオンかと思って、やったと思ったら、これはエイダだよね。え、これさ、まさかさ、シンギュラリティとかなの？え、なんなのこれ？なんのあれで、箱見えねえよ、俺には。俺には箱見えねえよ、これ。なんなの？箱見えねえから違うぞ、絶対。でも二人はなんであの、マークがつくんだ？
エイダであれば、エイダは逃げるべき。ポータルを触っていたんだよ。と考えれば別にで、レオンはね、ポータルを触ってるのはいいわ。ポータルでいいのかね。無駄なチェスト開けてんのがまず腹立ってくる。あと、こういう救助しかしねえし。こんな救助しかしねえくてどうすんだか説明してほしいわ。やばい。やばいし、狙われるし。何やってんだろうよ。ほんと、これ意味ねえだろうよ、まったくもってよ。どうすんだよ、もう。チェストを開けてなかったら問題はなかったんだけど。もう空気読めねえやつがいるからもう無理よね。普通に救助行かねえんだもん。どうやって勝てばいいんだろうってレベル。普通に発電機だけ回してんじゃなくて、普通に考えて。チームのはのっぴきならない状況になってるから、救う。チームの状況が悪化してる。時間かかるね。だからさ、もうマジで救助下手なやつが多すぎるよな。あの場面でギラー来てるかもしんねえのに、発電機を強引に回してる姿が悪いしよ。下手すぎて困るわ。キラーがいたらそこで回してるやつどういいんだよ、まずよ。で、無理やりな、こんな状況になるってことも想定しねえでよ。こんなのに負けたくねえからね。あわんねえんだよこいつ。ポータルをかけらも触んないんだよこいつ。もうほら、これが見立ての通りだろ。エイダとかは、とかネアのがまだ良くて、この、こいつはね、チェストを開けてたりしてたから、チェストあさりしてたから途中で。ろくなもんじゃねえなと思ってたけど、発電機触れんだろ、こいつ。
もう俺もうこいつが8連機触んなかった姿見てもうイラってきたから、もうあれ、炙り出し、絆使った炙り出しを行う。こんなやつ許せないから。よし、ざまみろ。みんなが必死でやってる中、チェストは漁る？隠れる？ねえだろうよ。発電機は触れないであそこに隠れてる？許せないわ、もう。やられたらいいんだよ、お前は。お前みたいなのはやられりゃいいんだよ。他の散ってった二人のためにこんな悪党を許せないから。こんな悪党を絶対許さないから。お前だけは許さねえから。お前みたいな悪党は。発電機は触んねえでずっとしゃがみ続けてる。なんも吊るされてねえやつがよくやれるな、そんな恥さらしのプレイを。よくやれるな。あんなら。さよなら、悪質キラー。こいつだけは許さねえから、こいつだけは。こいつだけは許さねえから。こんな悪党は。こんな最低キラーは、最低なやつは許さないから。俺が怒ってるのがもう、まっとうで、お前が逆ギレしてるのなんて恥だと思うよ。通報もするよ、こんな汚らしいプレイヤー。チェストはあさる。ネアが必死で走ってるのに、ネアが必死で走ってるのに、よし、こんなやつなんかもう見捨てるに決まってんだろ。こんなやつ絶対救わない。ネアとエイダーのために俺はやられても救わない。ヒロちゃんったら紳士プレイヤーだからね。まともな紳士のプレイヤーだからね。俺はこういう汚いプレイヤーは許さないから。ネアとエイダーのためにやってるだけだよ、俺は。こんな、ネアがやってる時に外れんき触らないであのところに隠れてたみたいよ。一度も吊るされてなくて。もう許せねえから、こんな悪質プレイヤーは。
モタルの近くだからね。俺は俺が言ってるのまっとうだよ。どこの誰でこんなやつを救いたいやついんだよ。こんなやつを。さよなら。さよなら。こんなやつ救わないっす。こんなやつ意地でも救わないっす。あ、俺やられてもこんなやつは救わない。ヒロちゃんっていうプライドでしょ。スーパースターヒロちゃんが、こんな悪質野郎なんて救わないっす。あ、救わないっす。絶対救わないっす。こんな悪質キラーは。こんな悪質野郎は。こんな悪質野郎は。誰が必死でやってる中発電機触らないネアのチェイス中に発電機なんで一度も吊るされてねえようなやつが発電機触んないんだよ。もうお前は仲間じゃない。サバイバー狂人なんか絶対許さないよ。狂人サバイバーなんか許さないよ。ネアとエイダのために俺は怒りたかったんだよ。人間として正しくありたかった。スーパースターヒロちゃんでいたい。何を言われても、もう勝つとか負けるとかじゃない。ナンバーワンでいたいんだよ。心までナンバーワンでいたい。自分のためにやってない。だからヒロちゃんのあれはかっこいい。人のためにやる。人のために怒ってる。グッドバイの。これがヒロちゃん、悪質サバイバー成敗、デッドバイのスーパース勝利の女神が見放さない。女性が惚れるプレイヤー、デッドバイの女神すら惚れるプレイヤー、唯一無二ヒロちゃんのアビリティ。まあパワープロ風に言うアビリティがヒロちゃんについてるとすれば、各プレイヤーについてればたった一人しかついてない勝利の女神に愛されし男というアビリティ持ってるから。うん。勝利の女神に愛されし者でもいいけど。うん。もう勝利の女神が見放さない、ヒロちゃん。当たり前だろう。ネアが必死のチェイスしてるのに発電機触らないで、あんなとこに隠れてるやつと。俺は欠片でも触ったよ。一度も吊るされてないやつがあんなプレイをしてたんだから、俺は許さないから。悪いサバイバーは、私はね、悪のね、絶対こういうのは発信狙いもさせないから。悪いやつは。ちゃんと必死でやってるやつ、うん、俺チームプレイしてあげるよ。ヒロちゃんってスーパースターだから。発戦はもうプロフェッショナルだから。3人目の動きも4人目の動きも華麗だから。美しい。よし、気持ちいい、正義は勝つ。うん。